の会計事務所の白岩です。東静岡駅の近くで会計事務所の代表を務めております。今回はですね、静岡市の清水区で会社勤めをしてるんだけど副業がうまくいってかなり儲かったよという方へのメッセージです。で、副業の所得というものが20万円以上超えると確定申告が必要になりますので、ぜひ忘れないように行っていただきたいと思います。確定申告とか申告は国民の義務ですのでね、税金を納めるの国民の義務の申告、確定申告も国民の義務になりますので、一定の要件を満たす方は忘れないように申告していただきたいと思います。で、副業の所得というものなんですけども、売ったお金から払ったお金を差し引いた残りが20万円以上の場合は確定申告が必要になります。何か物販で物を売りました。で、お客様から100万円もらいました。ネット通販とかですね。で、それに対して、仕入れ先とか物を買ってきたのが70万円で、手数料とか多少の運賃とか交通費なんかが10万円以上かかっていれば、所得が100万円から70万円と15万円にしましょうか。15万円だと手元に残りは15万円ですので、こういう場合は確定申告は必要ないです。ただ、手元に残るのが25万円だったとすると、もう確定申告も必要になりますので、お気をつけてください。で、確定申告も慣れないとですね、かなりストレスな作業ですし、わからないで間違える金額にリスクも高い、あとで税務署に怒られるというようなリスクもありますので、ぜひ心配な方はですね、税理士さんにお願いするか、私にご相談いただければと思います。静岡市駿河区長沼大橋をちょっと南に行ったところで事務所を構えておりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。先にお電話をいただけますと幸いです。